宝登山神社に来てます。で、お祭神は、神山と言われ彦の御子と道山辻の神と小杉の神18日、昨日はあったみたいですね。今日19日なんで。開いて、洗って、抜いて、洗って、靴入れしましょうって感じですね。奥宮があって、奥宮をロープウェイで行くみたいですね。さすがにちょっと今日奥宮に行く時間がないので、また機会があれば行ってみたいと思います。珍しい感じですね。なんか皆さんが覗いてるところがあるんで、私もちょっと行ってみたいと思います。それと同じでしょ。飾りが綺麗ですね。非常に飾りが綺麗ですね。この神社はビエルバゴシの神社ですね。ちょっと読んでみます。最近神社がね、ビエルバゴシやり始めるとこうみたいですね。こちらはまあご祈祷とかやる方が多い、七五三を五千円からお納めするといいですね。これはなかなかの飾りですね。石頭場を刈る関羽、三国志で有名ですよね。あの劉備の劉備、関羽、張允と、の関羽ですね。この辺がその言われてるんですね。言葉を借る関羽、あっちですね。
こちらの言われはですね、1900年の昔、大和武尊命が、宝登山山頂に、お祭りしたのが初めてですね。この辺は三峯神社となんか似てますね、言われの方が。してると思うんですけど、かなり綺麗な飾りがありますね。で、天満宮と、稲荷神社があるんですね。天満宮は、ですね、学問の神様なので、こちらの稲荷神社、なかなかいい光景ですね。渓谷の建物ですね。下から行くといい。そうですね、そこまでちょっと行って、まだ行ってみたいと思います。宝玉稲荷神社ですね。伏見稲荷のから、宇賀の御霊の神を呼んできていますね。御国商売繁盛、などなどにご御利益があるとされています。足が壊れてます。壊れてるんだ。どうですかね。壊れてるのかな。ちょっとわかんないですね。こちらも吉井さんですね。吉井様がたくさんありますね。中に吉井様がいらっしゃいますね。綺麗な建築物ですね。